払いそでワイワイ。そうだ、廃墟に引っ越そう。ほら、払いそ DIY です。本日もご視聴いただきありがとうございます。第3話の配信は廃墟にお引っ越し、4日間にわたる引っ越しの様子をお届けします。果たして廃墟に住むことができるんですかね。今回の動画では体を張って検証してみました。恵まれた世の中ではその当たり前に気づけなかったりしますよね。廃墟に住んだその先に待ち受けている未来は。今日は廃墟に泊まります。これ10メートル四方のブルーシートで、もうこれ全部広げたら大変なことになるなと思って、快適に。
싶네요. 오씨, 좋아. 됐다, 그래지. すごい, 가스가 이빠이. 中が 強そう。 シンデレラ ぴったりですね。 8世紀とかビー臭とあと動物の人形の匂いが若干するので、はい、このオゾン8世紀で、匂いはまあまず減るのかっていうのをですね検証したいな。
様でした。うん。めっちゃ煙出るけど、大丈夫？うん、うまっ。寝れる、これ。お世話になります。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。ちょっと一応今掃除が終わって、あはは、おいおいご覧の通りなんか動いてる音しないですね。トイレの配管は、直していただきました。事情を聞きしたら、やっぱりこのトイレ自体が、下に沈んで傾いている影響で、この管が管の位置が、変わって、まあ、ずれていたっていうことでしたね。これはもう取り替えではなくて交換していただきました。本当に電気屋さんには助かってます。一人だったらね、なかなかここまでできないんですけど、本当にありがたいですね。今日は作業進まずですね、残念ですけども。まあなんとかお風呂入るところまでは今日行きたかったんですけど、
あ、給湯器も壊れるんですね。はい。よくよ。
こんにちは、びっくりした、びっくりした、鈴木さんちょっとびっくりさせてください、もう。わー、びっくりした、あー、びっくりした、もうちょっといろんな虫とか出てきて、もうちょっとちょっとね、やっぱりカビとかすごいから。ゆで落花生、わー、美味しそう、ちょっと大きいですね、いいんですか、うん、ありがとうございます、いただきます。あ、カリカリやってるからすげえ、お、これか、あ、これです、これです、ちょっとや、使ってみてください、パワーすごいから。
なるほど。温泉、温泉行きたい。オゾン炊いてませんか。行けちゃうよね。よいしょ、行けちゃったぜ。よいしょ、よいしょ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でもそれは。
着の動画の中、最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたのコメント励みになってます。感想やコメントお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。アディオス。